皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も謎の男続きやっていきたいと思います。ですね、前回はいきなり出てきたところでまたやられてしまったので、そこからやっていきたいと思います。冷静にやっていきましょうね。こっち行ってきて。さあ、ここで出てくるすぐ。はい。いいよ、冷静。冷静、いいよ。こっから下降りてって。で、これ左にアンチがありますよ。さあ、ここで冷静に。いいよ。はい。さあ、オッケー。さあ、さっき鬼が出現していけなかった、こっちの2階を行っても、また出てこないよね。よし。さあ、こっちへ行って、何もない。何もないぞ。あ、バケツが手に入った。なんだろう。こっちなんかある？なんだ、叩くと甲高い音がする。なんだろうね。いや、前回、前々回もそうだったんだけど、本当になんか一回大鬼が出てくるたびに、やられてるような気がするので、一回逃げ切りたいですよね。で、バケツに水を汲む？お、なんか汲んだ。水入りバケツ。これでじゃあ、暖炉消しに行くのかな？ちょっと行ってみましょうか。これでまた出てきたりしないよね。こっから、これで消したりすると、重い。うわー、青い化け物の置物、やだ。何これ。やだ。使用する？ここでは使えない？これハンマーで壊したりする？あ、で、やった。叩き壊した。金属のかけらゲット。さあ、そして、合わせて、地下室の鍵。うわーって。あ、絶対これ出てきますよ、皆さん。さあ、これ地下室だっけ？別館みたいな。右、行ってみます？ちょっと怖いな。あ、ここはあれだね。一番最後のところだ。あ、入れちゃう。ああ、怖い、やだ。行っちゃう？皆さん行っちゃいます？出てきたよねー。出てきたよねー。よし、そうだ、そうだ、そうだ、いいぞ。鍵がかかってる、嘘。え？ちょっと、待って。え？嘘でしょ？嘘でしょ？嘘でしょー！